そう,ですそうですねまあ稼ぎたいというんだったら少なくともね、えー、僭越ながら久保さんみたいになりたいって言うんだったら私がやってきたことぐらいはやんないと私みたいにはなれないです私みたいにすらなれないと思います、うん、これはあの傲慢な言い方に聞こえるかもしれませんけども実際そうですよねでブログの記事を、うん、500記事も書いたことがない人が 毎月毎月安定してね5万とか10万の収入を得たいってそれはちょっとないんじゃないかなと思いますし YouTube をやっぱりね1000本2000本上げるのが億劫だなと思うんだったらその道は諦めた方がいいと思うんですよ FX でも基本的には用語を覚えないといけないんですけどもその用語を覚えずして勝とうというのもまたない道かなと思いますよねで皆さんがきっとうーんそうですね日本からね 海外に旅行したいなと思ったら、船に乗るか飛行機に乗ると思うんですよ。行ってみれば、船にも乗りたくない、飛行機にも乗りたくないんだけども、海外に行く方法はないですかっていうふうにね、聞かれているようなもんなんですよ。じゃあそれは泳いで行ってくださいって話になりますけども、泳いで行ったらどうなりますか多分、嵐や災害とかね、えー、それから海に泳ぐ海洋生物にやられて死ぬんじゃないかなと思うんですよ。それとなんか非常に似たような、 ことを考えているんではないかなっていうふうに私から言わせていただきますまあ、ですんでねあのブログでアクセス集めて稼ぎたいんだったらもうね一流のコピーライターさんの能力があるもしくはもうすでに有名人である、うん、その方法ができないんだったらむちゃくちゃ数をやることしかないと思いますで数って言っても1000、2000っていう単位はね結構やる人いるんですよ す,ごいですよ確かに1000個2000個っていうのもすごいんですけどもそのすごくて稼げない人っていうのが山のようにいてその上に立つ人が誰かなってことなんですよで、えー、私もねアフィリエイトで a 8ネットですとかアフィリエイト B とかねアクセストレードジャネットスマート C あらゆる ASP でトップランカーになりましたトップ10ですよ10位以内のトップランカー入りました あーでもねこれは何でそれができたかっていうとそれぞれの自己ヘリー案件を数百件という、ね、レベルでやり込んできたから A8NET に関しては1,000件以上やってきました、ね、1000件以上やってきて一つ一つの,おこの、ねえー、利用規約っていうものを承認条件っていうものをきちんと把握して理解してしかもトレンドを捉えてあウォーターサーバーは6月からやったらもう遅いなと4月ぐらいからやっていかなくちゃいけないなとかね。 それから、自動車保険とか各種保険のセルフバックっていうのは2月ぐらいからかなとかね。しまいにはその ASP からね、年間カレンダーを私ももらいましたからね。年間カレンダーをもらって、この時期には何がプロモーションされるからそれに合わせて広告戦略してくださいねって形でいただいたんですよ。で、何を隠そう速可塾の熟成さんの中に ASP に就職する人も結構いてですね。すごい、すごくないですか新入社員として、 ASP に入社しましまた <laughs> そういった形で私にいろんな情報を投げてくれたりとか私のアカウントを注目してくださるんで私がいかにね誠実にやってしかも記事の量産によって売り上げを上げたかっていうことを認識してそれを社内に広めてくれてるんですよ。まあ、そういう方も複数の ASP にいらっしゃるんで私はうまくできたのかなと思います。でも これですらね私がセルフバックをやってセルフバックを人に教えることによって熟成になっていただいて熟成さんになっていただいた方には確実に儲けるそういうのねサポートしていくのとあとはねやっぱり正直にやりましょうっていう概念を伝え続けたことかと思います一口にですね熟成さんが100人っていいますけども1人が100回のサポートを求めてきたら100人の熟成さんでも全部返信すると1万返信なわけですよ で2013年初期の頃の速会塾塾生に該当された方はよくお分かりだと思いますけども深夜でも早朝でも質問が来たら私は即動画を撮ってお送り返していたんですよね。 だからそれはですねマンツーマンで動画で分かりやすくしかもリアルタイムで変身するってことを繰り返すという凡事徹底が最初から始まっていたっていうことなんですよこれ人に教わったわけでも何でもないですからねむしろ人から教わることってすでに前例があるからそこではですねどんぐりの背比べになると思ってるんですよ私は。 だから人から教わることではなくて自分が考えついて人に教えなければ他の人が認識しないようなものを見つけていくこれがビジネスで成功する方法のまたね重要な要素の一つかと思うんですよ。で私みたいな考え方っていうのはものすごくね独特だっていうふうに言ってくださる方もいると思うんですよ。 でそれはなぜかっていうと先ほどお話したように誰かから教わったことを私がもう一回やるっていうのはすでにライバルが存在してるって話になるんですよ少なくとも私から私に教えた人っていうのがライバルになっちゃうんですよねですからその方法ももちろん用いるんですけども私が自分で考えて自分で実行して前例がないものこれをたくさん作ってきたっていうことがあ今までのね即可塾の根幹にあるんではないかなと思います NHK の人を歓迎するとかね宗教の人の話を真面目に聞くとか 置き薬の人ときちんとね対話をしていくとか保険の営業マンと仲良くなっていくとかそれから夏祭りでね焼きそばを焼きながら隣で焼きそばを焼いていた人と仲良くなってその人にねセールスをするとかねこれは全部私がオリジナルで思いついて実際に他のほとんどの人がやらないだろうってことを私がやってきた足跡だと思うんですよ。その一つにブログを1万記事とかね1万4,000記事ですけども1万4,000記事じゃない1万4,000ブログかサイト 作ってきたよっていうのも多分この数で押すっていうのもほとんどの人が思いつかないんじゃないかなと思います。100ブログ書くぜみたいなことはね言う人結構いるんですよ。1000ブログ頑張ったぞっていう人もいるんですよ。でも1万っていうのはなかなか出会えないんじゃないかなと思います。私の人生でもネットの向こうにいるっていうのは分かりますけども実際に私とねあの半径1メートル以内に会った人の中で。 サイトを1万個作った人はいまだ一人もいないです。だから私がワンアンドオンリーになれるんだと思います。そしてこれはですね、あなたもなれるんですよ。1万ブログ、1万サイト、1万動画作ってみてください。周りにはそんな人誰もいないんで、あなたがワンアンドオンリーです。非常に単純な道だと思いませんかそれでは今回は以上です。